お口直しに最後にじゃ綺麗ないい意味で今日終わりにしようぜ。あ、やっぱり美しいって正義だなっていう風にさ、再認識して。誰が一番顔の形綺麗なの？伊勢やどうだろう。あ、じゃ、俺見ようぜ。加藤純一、横顔。俺とか結構いい、あれしてんじゃねえの？俺横顔あるかな？ちょっと待って、ちょっと待って。ねえ。ちょっと待って。いや、加藤純一知らないから、モコウの顔が多分出てきたんだけど、このモコウの顔絶対修正されてるからこれ絶対修正されてるから、モコウこんな顔してねえから、おい、あいつこういうなんか加工写真で女連れてるんだよ、あいつこんないい顔してねえぞ、あいつハゴくんみたいな顔してんのにかぁ、ほらなんか俺の横顔ねえかな。なんか横顔がなえ、なんで加藤純一調べたらモコウ出てくんのえ、俺横顔ないの、誰だこいつとか加藤純一怪我すなよ。加藤純一ないの、ないのかな。消して横顔消せばいいんだ。なんかねえかな、横顔で写ってるやつ。あー、ねえな。横顔の写真ないね。意外と正面ばっかりなんだ。俺横顔写真一枚もないの。なんだこいつ。俺加藤純一怪我すんじゃねえよお前。ないの。ないわ。どんどんわけわかんないやつになってってる。なんだこいつ。おい、加藤純一怪我すなよ、お前。こいつなんだ。みんなに見えてるかな、これ。ちょっと待って。こいつ何、こいつ。こいつ何、これ人間、これ人間じゃねえだろ、これ。これ誰かっけえ、すげえかっけえ、福山雅治。こ、まあ、同じ人間、謝れよ、お前、こいつに。福山雅治と比べてみろよ。あ、あった、あ、俺すげえしゃくれてるわ。いや、俺だ、あれだ、アデノイドどころの騒ぎでね、俺クソしゃくれてるわ、顎。これ加工されてんじゃねえのか。ひでえな。加藤純一くらい調べるとなんかみんな出てくるんだ。便利でいいね。俺で調べるなめ主の顔みんな出てくるみたいなさ。すごく便利な名前だぜ。あ、超可愛いと思ったら、これ萌えちゃん？めっちゃ可愛くない？これ。この写真。めちゃくちゃ可愛い。あ、京ちゃんも出てくるんだ。へぇなんかいろんな、なんか歴史を感じるね歴史を感じ、あ、ゲロちゃんも出てくるし、歴史を感じるわぁ。これ何、モコウなの、なんかなんだっけこれ、なんかさ、モコウの顔がさらされちゃったみたいな、あったよね。そういうなんか、事件もな。
あったりなかったりするんですよ。ぷよぷよの大会、へぇー。ぷよぷよの大会とか見たことねえわ。